めぐみん。そんな顔してどうしましたか？その子は何？スカイマです。にゃーん。見て、あの愛くるしくもふてぶてしい顔を。でも、ご飯あげちゃう。これで、この子の食いぶちはなんとかなりそうですね。ふわふわだね。え？かわいいけど、先生が許してくれるかな。この子は我が魔力を糧に生きている使い魔なのです。私から離れると、先生、これは魂の片割れにして暗黒面の権化。極めつけにこの子は私から離れると暴走状態になり巨大化して。よし、いいだろう。それに面白いことになりそうだからな。このままでいいよ。さて、使い魔騒動にケリがついたところで授業を始め。